日本都道府県都道府県民歌大津市の滋賀県、庁舎前にある、服部トリー岩吉県消費県可否都道府県民歌は、日本の都道府県が制定し、各都道府県内において歌い継がれている、歌の総称である。都道府県歌、もしくは、都道府県民の歌と呼ばれる場合もある。日本では2021年現在、44の都道府県に公式な都道府県民の歌が存在する。 東京都のように1945年の終戦を経て、連合国軍最高司令官総司令部の奨励を受けて作られた歌もあるが、明治中期の地理消化を起源とする歌や1980年代以降に作られた歌など GHQ の奨励とは無関係に作られた事例もある。最も多いのは、富山県や愛知県をはじめ、都道府県期と同様に国体の開催に合わせて、 制定された楽曲である。長野県のシナノの国のように県民なら歌えて当然という曲もあるが逆に神奈川県では県民歌光新たによりも森外が作詞した横浜市歌の方が圧倒的に広く知られている。演奏の機会は都道府県が主催する行事や国民体育大会が主で他に都道府県庁の始業時間と就業時間を知らせる。 町内放送や電話の保留音、着信メロディに使われる事例も見られる。住民にさえあまり知られていないことが多い一方で、21世紀に入ってからは、スポーツチームの応援に、県民化を活用する事例も見られるようになった。市町村化や効果にも共通する事情だが、大半の楽曲は、制定から50年以上を経過しているため、高知県をはじめ一般公募により選定されたプロでは、 内作詞者の多くが長い年月の間に消息不明となる問題が発生している。読売新聞が2021年に行った調査では、県民化を制定しているうちの21県において、作詞者本人もしくは遺族と連絡が取れない状態であることが判明した。主として、都道府県の告示により制定され、都道府県主催の行事において、 都道府県期の形容と一体で演奏されるものを都道府県かないし都道府県民かと称し、それ以外のキャンペーンソングやイメージソングを愛称家と呼んで区別することが多い。ただし、両者の間に明確な区別はなく行事で演奏される正式な県民家以外のキャンペーンソングやイメージソングが県民家や県民の歌と呼ばれることも珍しくない。 佐賀県民の歌に対する準拳化、風は未来色と相性か、堺の国から、や、熊本県民の歌に対する、日の国旅情などがこれに該当する。このほか、当然ながら、非公式だが、兵庫県、大阪府における、阪神タイガースの歌や福岡県における、いざゆけ若高軍団のように、地元のスポーツチームの応援歌などが、県民一家的存在。 純県民化と称される場合がある。富山県や山梨県、静岡県、山口県、佐賀県などは、複数の局を制定もしくは指定している。その多くは制定、指定された時期が異なっており、宮城県のように戦前の県民化を封印せず、相性化扱いとして、戦後に新県民化を制定した事例や、山梨県や岡山県のように正式な県民化の、 制定後に新しく愛称化やイメージソングを作成した事例などがこれに該当する。得意な例は3曲を同時に北海道民の歌として制定した北海道と戦前戦後の2曲を現在も正式な県民歌として並立させている秋田県である。また山形県のスポーツ県民歌のようにスポーツに限定した曲を別に制定したり、 大分県の大分県民体育の歌のように県民歌は未制定でスポーツ限定の曲のみが指定されている場合もある。このほか埼玉県、千葉県、奈良県、福岡県、長崎県などで県民温度が制定されている。2012年現在、大阪府、広島県、大分県は都道府県民歌を制定していない。ただし、 大分県には2004年まで県民化に準じた扱いで県民手帳に紹介されていた非公式の楽曲が存在する。大阪府と広島県はそれぞれ1996年の広島国体、1997年の並和や国体開催に合わせて体育課や不規形容場面演奏家を制作しているが、いずれも認知度は低いかないに等しいのが実情である。 兵庫県は長年にわたり未制定とするのが通説であったが実際は1947年に兵庫県民家が制定されていたことが神戸新聞社の取材で明らかになった県は2014年までこの県民家の存在を否定し続けていたが廃止の事実は確認されていない旧外地のうち台湾では台北州台中州台南州など一部の州が 内地の県民家に相当する、州家を制定していた。朝鮮の十三道及び関東州では、どうか、州化の制定は確認されていない。1943年に内地へ編入されたカラフトでは、カラフト町が、カラフト島歌を制定していた。民法によっては、放送開始、終了時などに、都道府県民家を流すつぼねがある。ありがとうございます。